主治清主治清は20世紀前半に活躍した中国の詩人、三文化である。本名を主治家、ジオ、ハイゲンという。チャンス賞東海県の生まれ、管理の家に育つ。1917年北京大学哲学科で学ぶ。この頃から新詩を書き始める。1920年に卒業後の1922年に長編詩、鬼滅を発表。 その後も執筆活動に従事する。五十四運動や北京大学平民教育講演団にも参加した。その後チャンス賞や石膏賞の中学校の教団に立つ。1925年には聖火学校大学部国文系教授になると、市から三文に転じ、古典文学の研究も始める。1928年には三文集、拝英を出版。 ここに収められた、声東園里的藍が、肺炎、かつつみ月食などは、主玉の名編として評価が高い。1931年からロンドンへ留学、言語学や英文学を学んだ。欧州数カ国を漫遊して、1932年に帰国した。1936年には、三文集がを出版した。日戦争中は、北京大学、 聖火大学、南海大学を合併した調査臨時大学、これが混迷に再移転して解消された、西南連合大学にて中文系主任を務めた。1938年3月に成立した中華、全国文芸会公的協会の理事に選出された。彼の代表的な詩集として、雪朝が代表的な詩文集として、創籍がある。同じく代表的な散文集として、 俳優応雄雑記が、ロンドン雑記などがある。そして、代表的な文芸論著としては、四古都市弁や、ロンが族とも称などがある。主治清の三文よりいくつかを挙げる。主治清は、交互の流れるような口調の文体を商用し、自らも朗読を意識した、交互文体をいくつも書いている。その中の代表例として、1922年に書かれた、 早々の一部を掲げる。遠視さ量、有サイクル的事項要留枯れ量、有サイヤオ的事項等か車量、有再会的事項。ただし、ぜ聡明的、濃くあわれ、我門的にしため、因も一挙不また返し。主治清の作品は、名文が多いことで知られるが、かつつみ月食は一辺の死を思わせるような美しい。 文章であり、中国の高校の教科書にも収録されている。この作品は、1925年7月すなわち、彼が、聖火学校大学部にて教鞭を取っていた時に、執筆された。執筆の3ヶ月前、同年4月には、上海において、紹介席が率いる中国国民党による、中国共産党に対する弾圧事件が起こっている。 以前には54運動にも参加し、愛国心の強かった主は、この現実に憤慨し、かつ苦悩する。本作品冒頭の一文、シャイクテンシンリハフネイシズは、この現実の悲惨さと、主の苦悩を示している。しかし対照的に、作品に描かれるハスイ家は、月明かりに照らされ、静寂の中にある。かつ罪紙面、蝶々巨多樹、大々うつうつ的。 未知的一方々、是左陽流、和一さ淵道明妙的樹、没有月光的上、車路上陰心森的、有者小阿人、今客根高、家ども、さ月光なり感じ淡々的。ありがとうございます。